私にとっての腹話術ですか。そうですね、苦しいマラソンみたいな戦い、自分自身との戦いかなと思います。生きる、何言ってんの。え、何言って、何やってんの。何やってるって、もしかして仕事の流儀の真似したいんでしょ。バレた、バレてます。バレたら仕方ないね。もう、はい、皆さんこんにちは、ミッチェルです。チコちゃんでーす。ちょっと、とんでもない茶番を見せちゃったね。いつも茶番じゃん。いつも茶番だけど、もうそんなこと言わないで。ミッチェル楽しかった。うん、まだね、あれね、やりたいのがあるの。なに。情熱大陸と、あとプロジェクト X。 まだやるぞ。いや、仕事の流儀ももうちょっと本格的にやりたいなと思って。とりあえずちょっと今日、予告編みたいな。予告編。予告編やってみようかなと思った。事故。くだらないことばっかりするんだから。くだらないことばっかりするのが好きなの。好きなの。そう、好きなの。でもね、うん、この動画を見てくれてる人たちはね、みんなやりたいなーって思ってるよ。そうかな。いや、これ結構さ、面白いもん。面白いかな。面白いから、多分これを見てくれた人はみんな やりたいなと 思ってるかも。でもさ、うん、みんなやってるから、うん、古くない。古い、古くてもやりたい。やりたいな。うん、やりたい、やりたい。逃げ恥でもやってたじゃん。あ、やってたね。だからね、やってみたいなと思って、またちょっと時々こういうの盛り込みたいなと思って。盛り込むの。うん、もうちょっと編集技術をね、磨いて磨いて、うん、頑張りたいなと思います。もうそんなことふっくりやって、うん、家の掃除しなさい。はい、わかりました。もう年末だよ。年末だね、掃除しなきゃね。そうでしょ。うん、わかりました。ちょっと今日は最初からかなりのおふざけをしてしまいましたけど、いつもじゃん。いつもだけど、うん、ということでね、今日の動画が役に立ったよ、ためになったよと思った方はぜひチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。さようなら。さようなら。